チャーチャー。俺が元気がいいと元気いいね。いやいや、それはもう一心同体じゃないですか。元気だけ負けたらもう僕らなんもないですもん。だって同じ撮影日だけどな。はい。はい、ということで今回、はい、横浜 DeNA こんなニュースが飛び込んできました、はい、メジャー5勝の巨漢新外国人左腕と契約をしたということがですね、5月31日に5勝しかしてない、5勝しかでもある、パドレスパドレスから、はい、サミソリス、ね、サミソリス選手と契約を、はい、ソリス、はい、俺ソリスソリスって聞いたらさ、なんかあのタコスに入ってる辛いやつかなって思って、ソリスってない？なんすか、チョリソ、チョリソ、チョリソ、間違えた、なんでチョリソを取りに行くんですか、わかんない、日本人どうしたのかな、逆に見たいですけど、いやあのもうあだ名チョリソになっちゃいますよ、で、まあ身長196センチともう、でかいやな、もう大型ですよ、体重100、左でしょ。左の、150キロを超える速球とパワーカーブチェンジアップが特徴で、まあ、中継ぎで141試合メジャーでは通算4シーズンに出場した経歴を持ち、うん、ナショナルズ傘下のマイナー 3A シラキュースで、うん、ソト選手とも同僚だったらしいんですよね、はい、で今あのその三原球団代表は今回の補強について三上がいないことでブルペン陣に負担がかかっている、先発に関しては戻ってきているというふうに、説明したということで、先発陣はね、はい、結構戻ってきてる、うん、まあ今なが、はい、今日石田がないのかな、うん、今日石そうっすかね、うん、とか、うん、まあ浜口、はい、まあ浜口はあのこの前オリックス戦で昨日か、はいはいはい、あの中継ぎで投げてたから、うん、だからちょっと使い方がちょっと分かんないんだけど、まあ亀茶、うん、亀茶谷、はい、大抜き、うん、まあここら辺が、まあ、多少安定してきたから、はい、まあ先発陣はそこそこ回るかなと思うんだけど、はい、そしたらビアヌエバーパットのビアヌエバーいやね、あのエスコバー、エスコバー、パットン、はい、ロペス、はい、ソト、はい、漏れますよ、もうそうですね、いやこれどうすんのかなと思って左、でもエスコバー、うん、いやそしたらエスコバーを先発にして、はい、あ上に中に入れて、はい、これまた回していくのかなみたいな、でもそれしかないですよ、うん、でも誰か一人外れなきゃいけないんだよ、そしたらどうすんのかな、いいとこ取り、まあ、そういうことですか、いやいや、いいやつを使うっていう、まあ、外国人も競争させるという意味ではさ、まあ、悪くはない話なんだけど、そんなにいるみたいな、他に横浜ピッチャーいるけどな、使い方によっちゃ、うん、東もいいっすからね、まあ、東も復活したじゃん、いいっす、まあ確かに、はい、豊富にいることは危機管理という意味ではすごくいいけどね、うん、まあ期待もしたいし、まあワンチャン先発でいける可能性もあるから、そうですね、まあ分かんないから、はい、先発ね、もしかしたら、うん、まあもしかしたら先発で使うかも分かんないよね、中継ぎをちょっと厚くしたかったんですよ、湯川さんも言ってたじゃないですか、交流戦やと中継ぎがっていう、いや、ただ外国人枠から外れるからさ、そこがだからちょっと、ね、どういう風にっていう問題になる、やっぱ野手2人は使いたいですね、そうですね、それは外外じゃないですか、そしたらエスコバーとパットにいるんだよ、そうですね、どっち外すの、いやじゃあ同じ左っていうことを考えたらエスコバー外すの、お前あのエスコバーのあの顔で怒ったら怖いぞ、いや本当そう、でも太刀打ちできないですよなあ、逃げちゃうよな、どっちも怖いですよ、試合にならないですよ、体でかいし、いやでも巨漢だからお前追っかけてこれないよね、チョリソチョリソはソーセージです、ね、ソーセージ、ね、違うんですよ、そうです、いやでも、でもまあ豊さんがドラミちゃんをお迎えした時に言ってましたよ、うん、そうこの時期、うん、DeNA が誰かを待ってるみたいな話をあったじゃないですか、ドラミちゃん、おで、そしたらそれでもしかしたら、もしかしたら取りに行ってるかもしれない、ええー、つってピッチャーを撮影日の次の日にこの参加ってあった、次の日にチョリソじゃないのか、ソリよね、ソリスね、ソリスが合意したみたいな話があったんで、いやいや、俺は取りに行ってるのは知ってたけどね、あ、そうなんですか、豊さんがソリス取りに行ったんですか、いや俺は取らない。いや俺は取りに行ってるっていうのはちょっと分かったけど、情報で、ね。ああなるほどなるほど。でも合意するかどうかっていうのは分からなかった。ああなるほどなるほど。うん、でもなんか取りに行ってるらしいよっていう話は聞いてた。本当にでも救世主的な存在になる可能性ありますか？可能性は確かに。分かんないですから。まあ、見てないですもんね誰も。でシーズン途中でしょ、はあ、でシーズン途中で向こうでもやってるからさ、はあ、別にそのキャンプからどうのっていうことはないから、はあ、うん、パッとハマれば、うん、そらピョーンっていくかもしれない、ね、きっかけになるかもしれない、この交流戦で見れる可能性あるんですよね、うん、あるある、うん、あるかな、
いやいや、ビザとかを、そういうまあ問題は、問題もいろいろ抱えてるから、大変ですからね、そこが悪い可能性もありますけど、いろいろ、まあなあ、分かんないですからね、それは。バックの中、ピストの弾が入ってる、弾鏡が入ってるやつ、ゲルソンじゃないですよ、それ、中日、何かの問題は、何かしら、外国人ね。キャラ強いですよね、やっぱまあまあ、でも期待したら楽しみだよね、はい、楽しみっすよ、これはまあ、救世主になるよ、はい、ね、頑張ってほしい、頑張ってください、注目しましょう、はい。